皆さんこんにちは。私は公益社団法人日本青年会議所で2019年度会頭の職をお預かりをさせていただいております川田武明と申します。本日は都並青年会議所に西村理事長をお招きいたしましてお話を伺ってまいりたいと思います。それでは理事長、ご紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。私は公益社団法人都並青年会議所2019年度理事長の職をお預かりしております西村大二郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではお話を伺ってまいりたいと思いますけれども、本年度のぜひ理事長これをやりたいっていうのがあれば教えてください。はい、本年度ですね、ロムというか、私ども都並青年会議所は49周年を迎えるということで、来年度は50周年の節目になるという年になります。ですので、それをきっかけに一つのきっかけといたしまして、地域に向けたちょっとビジョンを作成をいたしまして、今後この都並青年会議所が活動するエリア、南砺市と都並市という2市町村の活動エリアがあるんですけれども、その市町村が向かうべき、道はどういったものなのかということを示せるようなビジョンを、多くの関係団体ですとか、いろんな人たちの意見を聞きながら作り上げていきたいということで、今活動をさせていただいております。なるほど、49周年にあたってということですね。はい、確かに私実は自分のロムのですね、高松青年会社60周年の理事長だったんですけれども、はい、うちのロムはですね、その周年ごとにこうビジョンというのを作ってたんですけど、周年の年にビジョンを作るって結構大変なんですね。いわゆるその周年のこうイベントとか式典とかあるじゃないですか、はい、あれを準備しながらかつこうビジョンを作っていくっていうと大変なんですね。やはり前年度からそういうことを考えてらっしゃるっていうのは、多分50周年のチームにとってはですね、非常にありがたいことなんじゃないかなというふうに思いますね。それに、その地域のビジョンというところで、この周年にあたって、そのロムのビジョンっていうのを書かれるロムは多いんですけど、はい、その地域のビジョンっていう意味ではですね、意外と少ないっていうことでもないですけども、いい観点なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、特にこの、ビジョンっていうビジョン作りにあたってこう、重要視していることって何かありますか？はい、ビジョン作りにおいて重要としていることが、まずその私がですね、本年度ちょっと強き人をたくさん地域に作らなきゃいけないということを掲げさせていただいておりまして、この人にスポットを非常に当てさせていただいているということになります。でこの青年会議所の活動エリアの都並のというところには、やはり非常に素晴らしい人がたくさん存在しているんですけども、その人の魅力によっていろんな人を引きつけることで、地域が発達していくんじゃないかなというふうに思っております。特にそのうちの授業の中で、日本人もそうなんですけれども、もう一つ外国人の方にも今スポットを当てさせていただいた授業をさせていただいておりまして、私どもやはりかなり人口の流出が大きい、エリアということもありまして、マスターレポートの方でも、消滅都市の中に入っているようなエリアになるんですけれども、そういった人口が急速に減っていく中で、これから、4月1日に法改正があって、外国人がすごくたくさん働けるような環境が整っていくと、ただその方々がこの都並の地域に暮らしやすい環境だったりだとか、これからも一生懸命この地域で頑張っていこうっていう環境を整えてあげないと、結局3年間ぐらいしたら都会に行ってしまうとか、若者と同じような動きをしてしまうんじゃないかなということを非常に危惧してまして、そういった方にも非常に住みやすい地域を作りたいということで、ビジョンの中にもそういったものを網羅していきたいなというふうに思っておりますし、なおかつその青少年教育においても、外国人の方がポッと学校に入ってきても受け入れられるような器を持った子どもたちをたくさん育てていかなきゃいけないなというふうに思ってまして、そういったことをするような授業も今企画させていただいてます。なるほど、いや面白い観点ですね。まずその強き人っていう、一つのこうキーワードと思うんですけれども、その強き人っていう考え方っていうのはなんか地域にもともとあるんですか？
強き人っていう考え方は地域にあるわけではなかったんですけども、うんうん、私がその自分の中でその地元の人たちを見た時に、まあ、非常にこの強き人だなっていうふうに感じたっていう、うん、で、なんで強き人ってどういうふうに定義してるかっていうことなんですけれども、まず自分に厳しく人に優しさあふれ、そして周囲を巻き込める人っていうことを強き人ということにさせていただいております。でその中で、まあ、結構私ども地域の人たちっていうのは非常に真面目で勤勉な人が多いということもありまして、うん、そういった中では自分に非常に厳しい人たちなんだろうなと、うんうん、一生懸命田んぼを開拓しながら昼間は普通に会社で仕事をしてもうダブルワークのようなことも普通ですし、夫婦共働きっていうのももう本当に普通でながら子育てをしているっていう家庭が非常にあるので、まあ、非常に厳しい自分に厳しく一生懸命働いてるなっていうのも感じましたので、そういった定義をさせていただきました。そうですね、だから、まあ、地域にはその助け合いの心っていうのが非常に根付いている地域でもありまして、そういったところで他人に非常に優しさもあふれてるなというふうに思いました。でそれプラス、まあ、周囲を巻き込んで何か一緒にやろうよっていうことがミックスされれば非常に地域にとって素晴らしい人材が多くあふれて盛り上がっていくんじゃないかということで私の中でずっと定義させていただいた言葉になります。面白いですね、まあ、自助そして共助、まあ、そして人を巻き込んでいくっていう、まあ、リーダーシップですよね、はい、まあ、その3つが必要だということで、そういう人材を育成していかなければいけないということですね。なるほど。で講談のこの、まあ、外国人の観点非常に面白いなと思ってまして、はい、いわゆるそのイギリスですね、こうブレグジットが起こったイギリスっていうのはこう、まあ、いわゆるその外国人排斥っていう流れの中でこう、まあ、ブレグジットっていうのを、ね、EU 離脱っていうのを決断したわけですけれども、はい、まあ、大体こう EU 離脱に賛成してるっていうのは地方なんですね、うんうん、でなんで地方の人が EU 離脱に賛成をするかっていうと、まあ、結局おっしゃる通りですね、外国人が入ってきます、だから彼らはすぐいなくなっちゃうわけですよ、うんうん、そうすると、まあ、要は根付かない違法者ばかりがこう地域で増えて、で地域の治安が悪化したりですね、まあ、地域のコミュニティが崩壊したりですね、まあ、いろんな問題を地域に巻き起こしたということで、まあ、外国人排斥運動みたいなのが起きてしまったわけですけれども、まあ、これからの日本でのおそらくそういうことがまあ起きるんじゃないかなということも十分に危惧される話であって、まさにですね、まあ、理事長と同じ危機感というのを、まあ、我々日本青年会社は持ってまして、まあ、本年度ですね、その、まあ、総活躍委員会というのを置いてですね、まあ、要は地域 の、 その外国人コミュニティとか、まあ、だから例えばその地域のこう、まあ、貧困問題に関わっているような NPO とかですね、まあ、そういう、 こういろんな NPO をつないでいく役割を青年会長は果たそうじゃないかっていうふうなちょっと運動をやってまして、まあ、それもですね、もうまさにその今年から起こってくることを危惧しているところでもありますし、結局それもですね、なんでこう GC がそこに関わるのかっていうと、要は人材の問題なんですね。結局その外国人を受け入れるとか、まあ、貧困の問題を解決するとか、まあ、例えばその働けない若者を、まあ、働けるようにするとかですね、こういう問題っていうのは取り組んでる人は確かにいるんですけど、大体皆さん困ってるのは後継者がいないわけです、うん、たまに既得な人がいてそういうことをやってるんですけど、じゃあ継続性があるのかっていうと結構怪しい。で GC って、まあ、ある意味こう人材をどん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 排出する団体なので、人材の排出っていうことに関しては継続性があるんですね。事業の継続性は怪しいんですけど、人材の排出っていう継続性はあるので、まあ、そういう意味ではこういろんな NPO とかをつないでいくにあたってこう非常にいい存在なんではないかなと思って、まあ、そういうことをやってるわけですけれども、まあ、まさにこう理事長の危惧やまたそれからされようとされていることっていうのは、まあ、我々ともこうかなり一致するというかですね、まさにこう今地域に必要なことなんだろうなというふうに思いますね。なるほど。まあ、話はちょっと変わるんですけれども、はい、まあ、トナミ GC さんは今年度まあブロック会長のですね、はい、ご輩出をいただいてるんですけれども、まあ、非常にこうロゴの中の雰囲気がいいという話をお伺いしたんですけれども、はい、どんな形でやってらっしゃるんでしょうか。そうですね、まあ、今今年度私どもメンバーが71人のロムになるんですけれども、もともと私ども南砺市とトナミ市で約10万人の中での人口の中で71人のメンバーがいるということで、比較的人口に対してメンバーは多い
のものなのかなというふうに思っております。でその中でもう一つすごいなと私自身がメンバーを見てて思うのが、やはりその意欲が非常に高いというところです。で非常に例会の出席率というのも高いですし、まあ、おかげさまで3月においても 100% 例会ということでみんな参加をしてくれたということになってます。で出向に関しても非常に今すごく行ってくれてまして、まあ、今年度に言うと多分過去一番日本地区ブロック含めると過去最大の人数の比率でいうとぐらいの出向していると。でこれに関しても今までですと募集をさせていただいてたんですね。誰か行く人いませんかというさせていただいてたんですけど、で今年も同じように募集をさせていただいたところ、まあ、ほとんどの方が自分から自ら行きたいですというふうに手を挙げて行っていただいているということで、その出向に対する魅力っていうのも非常につながってきたのかなというところも多いですし、まだ役員会とかには決まってはないんですけども、まあ、ちらほらその来年は理事やりたいなとかいうような人間の声も聞き始めてますので、地域のために活動したいって思っている人間がすごく増えてきている。そして青年会議所をうまく使ってそれを実現していこうという方が増えているっていうのが、まあ、非常に野村としてはいい雰囲気なのかなというふうに思っています。素晴らしいですね。今何人いらっしゃるんですか？今71人、はい、71人で 100% すごいですね、うん、なるほど。その、まあ、なんでそういうふうなのを今気づけてるんだと思いますか？そうですね、で、まあ、今年度、まあ、ブロック会長の方も輩出させていただいてるということもあるんですけれども、比較的その、まあ、まず出向に関して言うと出向に行ってるメンバーが、まあ、非常に楽しそうにしてるっていうのを多分メンバーが、うん見てると。で毎年その出向者報告会っていうのを開催させていただいてまして、まあ、僕たちはこういう活動してきましたよということをみんなの前で報告をするような機会を設けてるんですけれども、おそらくそういったものを見て、あ、だったら僕も行ってみたいなとかいうようなふうに思ったっていうこともあると思いますし、例会の出席率という部分において言うと、それぞれ自分たちが携わってるっていうところで、まあ、昔は委員会が一つの事業を結構やってるっていうことが多かったんですけども、まあ、いろいろ声かけをしたりだとか、まあ、協力をお願いしたりだとかっていうことで、委員会ごとに区切ってるというよりはこうみんなで作り上げてるっていうような感覚が多分強くなってきてるのかなと。そうすると少しでも携わってるんだからちょっとやっぱり行かなきゃいけないよねっていうような感覚になって出席率っていうのも上がってきてるのかなっていうふうに私、まあ、個人的な分析ではあるんですけど思っています。はい、その少しでも関わってるっていうのは何かこう仕掛けがあるんですか？そうですね、例えば今地域のビジョンを作るっていう話とか言いますと、はい、やはり今4月同例会っていうのが、まあ、今月あるんですけども、うんうん、そちらにおいてもそのメンバーが自分の知り合いを連れてそのビジョンのための声を市民の声を集めようということで一人一人がいろんな地域の人を集めてくると。で自分が誘った人を青年会議所の事業に連れてくるので変なことをしてると逆にマイナスのイメージになってしまったりだとかっていうことがあるんで、しっかり準備しなきゃいけないっていうふうに考えてると思いますし、まあ、連れていくっていうことを前提としてるのでやっぱり出席しなきゃいけないっていう、まあ、自分が声かけてて自分が行かないっていうのも変な話なので、うん、そういった意味っていうのはあるのかなというふうに思ってます。なるほど、まあ、外部の人っていうか、まあ、要は友人ですよね。自分の友人を連れてくるような、まあ、例会を開催して、まあ、それによってこう意識を上げていくっていうことですね。なるほど、まあ、確かにそれは非常にこう重要なところだと思いますね。まあ、いわゆるこう公益、富宮さんは公益ですね。公益ですね。はい、公益だと割とこうオープン例会を割とやる、まあ、ロムが多いと思うんですけれども、やはりその、まあ、オープンって言った時にその、まあ、本当にこう一般の人を広く呼ぶというのも、まあ、もちろん大事なことではあるんですけれども、やはりまあその自分の知り合いからまず呼べるようなことをやるっていうのは、これはもう非常に重要だなというふうに思ってまして、まあ、それはもちろん拡大にもつながりますし、まあ、一つはやはりその本人の意識づけっていう、まあ、おっしゃる通りの現象が起きてくるので、まあ、やはりその自分の、まあ、家族であったり、まあ、知人であったり、まあ、そういう人を呼べるような例会を開催しようっていうのは、まあ、非常にいいこうモチベーションの上げ方なんだろうなというふうに思いますね。なるほど、そうですか。拡大面ではどうなんでしょうか？
そうですね。で、拡大面においてはですね、拡大の委員会を今年設けているというのと、私どもその71人のメンバーがいるんですけども、ちょっと特殊なあの組織形態になってまして、ロムの組織とは別に、あの6つのコミュニティっていう、あのその活動エリアを6個の地区に分けて、その地区の中でも活動するっていうようなことをやっております。なので、地域の祭りとかはその地区ごとに、あるあのところであるので参加するようなところがあるので、比較的あの、まあ、広域のロムなんですけど狭いエリアで一つ区切った組織があることでいろんな仲間をあの声をかけやすいといいますか、あのこういったことしてる人がいるよとかっていう情報を集めやすくなってるというようなところがあります。でそういった組織体の中で、まあ、拡大を一生懸命していってるっていうところです。で、まあ、ここ近年においては、まあ、増加っていうのは人数を保ってるっていう状態ではあるんですけども、あのまあ、減っていってはいないという状況は保っているので、まあ、今年度においては今20名の拡大目標っていうのを掲げてまして、あの、まあ、卒業生よりも少しでも増やしていこうというような動きで動いています。なるほどね。いや、まあ、確かにそれは非常にいいこう観点だなと。あの脳内ロムというかですね、コミュニティを作っていくというのは非常に重要なあのこうヒントだなと思いますね。やっぱりその、まあ、衰退していくロムっていうのを見てるとやっぱ地域とのつながりが薄くなってくるっていうとことがあるんですね。でやっぱ地域とのつながりが薄くなるとやっぱりそのまず一つはこう拡大のための情報が入りにくくなるということも起こっていますし、またその、まあ、地域意識っていうのが弱くなるとこう、まあ、増やそうっていう意識もですねやはりその弱くなってくるということで、あの、まあ、特にこうカバー範囲の広いロムさんとかだとこう、まあね、3人でも5人でもいいからこの地域からあの出てるっていう意識をつける、これは結構非常に重要なあの取り組みだなというふうに思いますね。本当にまあ実際そのこうこの地域すごい減ってるんですっていうロムに聞くと、まあ、でどこをカバーしてるんですかって言ったら例えば山頂ありますとか山市ありますとかっていう中で、じゃあその大体衰退しているロムの特徴っていうのは、まあ、その中心となる一市ぐらいしか人がいないんです、はい、後の地域からはほとんど今いないんですって、1人とか2人しかいないんですって、要はその地域とのつながりが弱くなってきてて、でそれがためにこう拡大もうまくいかないっていう現象が、まあ、まあ結構起きてるなと思うので、まあ、そういう意味では本当に非常に素晴らしいと、まあ、取り組みとか、それはいつからやり始めたことなんですか。これはですね、実はその砺波青年会議所が立ち上がった時から実はこの仕組みが、まさに伝統なんですね。そうなんですね。でそういったことがあるので、あの、まあ、卒業生の方というかシニアの方たちもあの同じようにその地域ごとにまたあるので、まあ、協力体制がその地域ごとですごく取られているので、あの取引先にこういう人いるぞとかいう情報もあのいただいたりとかもしますし、素晴らしいですね。いや本当にそれはいい取り組みだというふうに思いますし、まあ、あのぜひこう他のでも参考になる情報だなというふうに思いますね。なるほど。まあ、そろそろちょっと時間がなくなってきたんですけれども、はい、まあ、最後に何かこう一応から、まあ、言いたいこととか、まあ、もしくは、まあ、日本青年会議所の私に聞きたいことでもいいんですけれども、はい、何かありました。そうですね、私本年度日本青年会議所の、まあ、事業を見させていただいておりまして、やはりこの SDGs っていうのが、まあ、非常に大きいのかなというふうに思っております。ただこの SDGs っていう考え方自体っていうのは、まあ、実は、まあ、私の考えではあるんですけれども、例えばその今度1万円札なんかがあの渋沢栄一に変わったりだとか、で渋沢栄一日本のこう経済を作った方っていう認識皆さんあると思うんですけれども、あの方が重視されてたっていうのは、その公のためになることをすると、まあ、利益につながっていくっていう考え方が基本にあって、うん、で、まあ、SDGs っていうのもそこに結構つながっていく、企業と SDGs をつなげるときっていうのは非常につながっていくのかなというふうに私は考えております。だからそういった意味では、まあ、結構昔からの考え方を非常に分かりやすく世界基準にしたのが SDGs なのかなというふうに思っておりまして、これを、まあ、ぜひ自分の会社でも進めたいなというふうに思っておりますし、いかに分
かりやすく伝えるかということで非常にいい取り組みだなと思っていまして、まあ、ぜひ私も一生懸命協力したいなと思っておりますので、いろいろとまた教えていただけると、ありがたいなというふうに思っております。でもまさに本当にそういうことだと思ってまして、まあ、何かと突拍子もないですね、空から降ってきたようなことが SDGs じゃないと私は思ってまして、まあ、そもそも SDGs の成り立ち自体がやはりその世界中から、まあ、調査をアンケートを取ってですね、何が重要なのかということをこう集めた上でやっているものなので、まあ、割とこうボトムアップなんですよね。でこのボトムアップさっていうのはこう JC とも共通するところがあると思いまして、やはりまあ JC っていうのはその何かこうこれをやんなきゃいけないっていうよりは、むしろやはりその地域のニーズであるとか、まあ、我々の信念であるとかですね、そういうこうまあ草の根レベルっていうかボトムアップで考えていく団体だと思うんです。ただボトムアップの難しさっていうのは、で結局何なのって言われると分かんないわけですよ。そこがこう難しかったんですけど、まあ、SDGs っていうのは一つの非常にいい共通の、まあ、言語というかですね、キーワードになったりうるなというところで、まあ、今年度推奨させていただいてるんですけれども、まあ言い方は悪いですけど、私が思った以上に広がってるなと。でもやっぱそれはその日本 JC がうまくやったっていうことじゃなくて、やっぱもともとその土壌があって、ただこうポンと石を放り込んだらみんなが反応してくれたってことなんだと思うんですけれども、そういうことなんじゃないかなと思ってまして、まあぜひですね、こうこれからもこう情報交換をさせていただいて、お互いにこういい関係を築ければいいかなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。今日は本当に素晴らしいお話をありがとうございました。ありがとうございました。未来への礎やりましょう。